トモランスの会員です。ご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーということで、仙骨会である僕のですね、軍団戦での戦い方というのをご覧になっていただけたらなと思います。で、この相手の軍団なんですけども、昔ですね、ヒロさんの動画のタイトルに、こちらの軍団がですね、ベトナム最強というようなことをね、書いてあったので、これは厳しい相手だなと思いながら戦いを進めていたんですけどもね。現在はこのベトナムでナンバーワンの軍団なのかどうかというのはちょっとわからないですけども、当時はそうだったんだと思います。で、ポイントを見てもらったらわかるんですけどもね、ちょっと惜しくも負けてしまったかなといった感じですね。奪還数にしたら5つ6つぐらいですかね、変わってきてるんですけども、やっぱりね、もう少し奪還率を上げていけたらなと思います。そしたら戦法の方を見ていきます。はい、これは第一出征、削りの出征ですね。相手レベルは148ということで結構高かったんですけど、陣形をパッと見た時にね、あ、これは回りそうだなっていうのが分かったので、狙いました。で、煉獄法師、流星堂と3種類ね、自爆属性があるのがちょっと鬱陶しいですね。煉獄法師、流星堂ですね。で、今援軍を処理しております。で、やっぱり援軍処理は援軍でやるのが一番なんか手っ取り早いかなという感じはします。時間もね、やっぱり限られてますので、なるべく援軍処理には時間をかけたくないなといった感じになっております。で、将校はもう露骨にね、ここの生きてる星と2つを狙っております。で、長領と主君は回りながら少しでも多く施設を壊してくれたらなといった感じです。いい感じに進んでますね。で、ここで長領が煉獄刀を狙ってくれたんですよね。これがかなりいきましたよね。このおかげで将校が今回復法師刀をね、壊してくれましたよね。これがでかいです。で、コーチをどこから出すかと迷った時に上から出すことにしました。で、主君がね、1個射撃刀壊してくれたんで、もう上だけ残るような感じになってしまったんですけどもね。やっぱり上からコーチを出した根拠としては、下側は射撃塔が1つということになってるんですよね。さらにターゲットも直取りできるということで上から出したんですけども、あまり意味がなかったかなと。一機はね、壊してくれましたけど、もう主君がね、壊してくれた段階で右上から出せば射撃塔壊れるかなといった感じになってましたんでね。で、下の射撃塔を壊して、これでもうないですね。あとは自爆属性ですね。煉獄刀と奉仕刀が残ってますね。ということで、ここに2つあるので、この2つをね、壊す時にあまりたくさんの屯攻兵がかかっているとたくさん死んでしまうということになってしまうんですけども、もうここまで中陣付近にあったらですね、もうしょうがないですよね。で、これで壊せるだけ壊して、狼をね、紛れ込ませることで少しでも屯攻兵が死ぬ数を減らせれたならということなんですけど、やっぱりそこそこはね、死んじゃってますね。で、上から龍門を出してということなんですけど、できたらね、この主君の帝王台ですね、これを天下で壊した後に出していれば、もう少しあっさりと城が壊れたんじゃないかなと思います。今の結構ギリギリですよね。龍門がね、武将にかかってたらもうちょっと時間がね、ギリギリになってたかと思うんですけども、なんとかうまく3枚削れたといった感じですね。そしたら次の出征に行きましょう。これは第2出征ですね。ちょっと苦戦しそうな陣形だといった感じですね。で、一応占領の出征になってるので、2枚取ることを大前提に出征しているといった感じですね。で、自爆属性は五雷と流星堂ということになっております。またね、援軍をこういった感じで援軍で処理するといった感じですね。
で将校はこの下側のね、奥まで届くかなどうかなといった感じですけどもね。でちょっとね、主君がね外にいるんですよね。なんでこの下側がちょっと厳しいなという印象ですね。で援軍処理の援軍がですね結構仲間で壊してくれてて、あらこれ逆に武将回らんぞという感じでね焦ったんですけどね、やっぱり壊しすぎたら壊しすぎたで主君とかね長領が、回るための施設っていうのがなくなってしまうんでね、こんな感じでね主君がさっさとかかってしまいましたよね。長領がこんな感じで、まあ煉獄塔は壊せるんですけど、あと1回スキル打てるかどうかってところですよね。で将校もね主君のせいであまり働かなかったといった感じになっております。もうこのぐらいの段階でもう3枚は無理だなといったような感じになってるので、まああとは高知をどこから出そうかなと考えたんですけど、長領がね予想外にこう生き残っているのでちょっと迷ってる感じですね。結局主君下、あ、高知下から出してこんな感じで、まあ高知塔は壊せたといった感じですね。これでまあ少しでも削りが楽になればなといった感じなんですけど、さあどこから龍門を出すと思われますかね。とりあえず全体的に豚光兵とか出してるのはやっぱり人形を発動させるのが目的だということですね。今城の右側の人形が発動したんですけど、これはファインプレーだと思います。敵を掃討しろ。で左から狙いました。これはね、両遠霊ですね。両遠霊側から出すとまあ楽かなといった感じですね。今の天下は、まあ、軍旗をね壊しておくことによって、まあ、中心に行きやすいかなと思ったんですけど、両遠霊のね今覚醒スキルでね両遠霊の方に両門が釣られてしまいましたよね。これでだいぶヒヤッとしたんですけども、まあなんとか壊すことができたかなといった感じです。まあ無事占領完了ということになっております。そしたら第3出征見ていただきます。はい、第3出征削りの出征です。また援軍を釣り出して援軍処理ですね。この陣形はね僕得意な陣形なんで迷わず決めましたね。で流星度だけですねが自爆属性となっているんですけど、長領ね上から出すと長く生きるというのがこの陣形の特徴なんですけど、ここでね壁を叩かない感じになってるんですよね。これが大きな誤算でしたね。普通壁叩くんですけどね、もうちょっと畑のまあ一応考えてシビアな感じで出せばよかったかなと思いますね。壁の際ぐらいで出してたらもしかしたら壁叩いてたかもしれないかなっていった感じですね。で将校が死にかけたので背の押しつけました。で長領がねこれどうもあまり活躍しないかなといった感じになってましたけど、案の定死んでしまってね、ここの本来壊せるはずの奉仕塔2つがですね残っちゃってるんですよね。この段階でもこれは3枚は無理だなということで2枚狙いに切り替えていきます。で狙いとしては上半分ですねを壊せれたらなといった感じですね。まあ主君長運といるんですけど、まあこっち側の方が楽かなと。やっぱりね猛角は嫌ですからね。であとは豚光兵と太兵で削りながら少しでも人形発動させれたらなといった感じですね。豚光兵と太兵同人もねこんな感じで一気に出すとね強いですよね。奉仕塔とかでもね難なく壊していくんですよね。ただやっぱり全体的を壊すとなるとこんな出し方はできないんでね。で両も上から出してます。
ここで主君にかかってこれはいかんぞと思ったんですけどね。で長領長音か長音はなんとか倒せてギリいけるかというところでなんとか、まあ、城は壊されたといった感じになっております。まあ、かなりギリギリというか危なっかしい、まあ、2枚取りということになってますかね。攻め方としてはいまいちだったかなと思います。そしたら次第4出征いきます。はい、これは占領ですね。ここまでの相手っていうのはもう大体レベルが高くてねちょっとしんどかったですけどね、やっぱり強い軍団だったと思いましたね。で自爆属性が奉仕塔ですね。この陣形はね先行的にはだいぶ楽な陣形だと思います。で誤算だったんがねこれ将校がねちょうど憑依台の真下ぐらいからスキルが発動できなかったのでなんかね、奉仕塔一気こんな感じで打ち漏らしてしまうんですよね。これが誤算でした。ただまあ長領と主君はねええ感じで働いてますよね。で甲虫でこの奉仕塔を壊そうと思ったんですけどなんかそれってねこれやばいなと思ったんですけどまあギリギリまで様子見てまあ投石者あたりをねターゲットに取ったあたりで発動するとまあ奉仕塔は壊れるかなといった感じになってます。これなんとなく耐えそうですね。煉獄塔にもはいここで甲虫のスキルを発動ということで、まあ、奉仕塔は壊れたといった感じですね。あとは射撃塔が1機なんでなんとかなりそうですね。あとはもう全体的に屯高兵と太平同士を出すだけですね。将校はね壁に穴開けちゃったんで真下がちょっと窮屈になってますね。これはもうラスト30秒でレモンを出すパターンかな。時間さえあればリョモもいらんような雰囲気ですね。まあ、一応出しましたか。でまあこんな感じでね軍旗を天下で壊すことによって城に一直線に生かしたといった感じですね。まあただ今見たらいらなかったかなと思います。天下台がもったいなかったかなと思うんですけどもね。まあ、無事占領できたといった感じです。そしたら最後奪還のリポを見ていただきます。はい第一出征で3枚取った相手なんですけど陣形を変えてきてますよね。ちょっとやりにくいなといった感じはしました。で自爆属性が1個減ってますね。宝も変えてるんですね。煉獄塔と流星堂ということになっております。この他の陣形は本当先行を使いなかしだなと思いますね。やっぱうまく回らないんですよね。こうやって出すことによって主君が左上に迂回するかなといったことを期待しております。主君のね下側が将校と援軍で削れていってるんでね。でも御来があるんがね分かってるんですけどそれでもまあ出さざるを得ないといった感じですよね。まあ、主君になんとか生きてくれといった感じなんですけどここで回る方向がね、左に行かなかったので煉獄にかかって死んでしまったといった感じですね。この時点でもうちょっとジエンドかなといった感じですね。ちょっと3枚は厳しそうですよね。だいぶ残ってますよね。これをまあ甲虫とあと兵でどうするかといった感じなんですけどもうこの段階でね甲虫出してもええような気がするんですよね。やっぱ甲虫が遅いので
あの削りにね、使うはずの、まあ、トンコヘとか太平がだいぶ死んでるんで、やっぱりもうダメだなと思って2枚に切り替えるときはもうちょっと早めに工事出してもねいいんじゃないかなと思いましたね。まあただそこそこね、削れてきているので上からリョモを出せばまあなんとかなるかなと思いつつ、まあ兵を出しております。こんな感じでね、ちょっとね、こう太平じゃないわ、リョモをね、城が直取りできないんですけどもね、まあ施設ちょっと壊してる間に行くかと思ったんですけど、ここで主君にかかって、で発動しきれなかった人形がここで発動してしまうんですよね。もったいないですよね。マミギぐらいからトンコヘ余計出してたらですね、多分人形発動させれたんじゃないかなと今になったら悔やみますけどもね。こんな感じでちょっと奪還失敗してしまったといった形になってますね。やっぱり2枚狙いに切り替えた時のこの人形の出し方とかいうのもね、陣形を見て、あ、こっから出したら全体的にトンコヘが中心に行くぞと、これで人形発動させられるぞみたいなことまでね、やっぱり考えながら出さないかんなっていうのを改めて思いましたけどもね。ここでね取れてたら、まあ取れてても僕だけではねやっぱり勝てなかったんですけど、一番最初にね僕が多分出征してるんで、奪還のなんで、もしここでねうまく奪還できていれば勢いに乗せることがもしかしたらできたんじゃないかなということで悔やまれますけどもね。まあもうちょっと対戦したくない相手かなと思いました。もうほとんどレベル130を超えたようなねメンバーしかいないような軍団だったんでね、まだちょっと挑戦するには早かったかなといったような感じはしております。またね、来週頑張ってね、来週こそは奪還決めれたらなと思っておりますけどもね。そしたら、5本のリポを見ていただきました。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。